い。今日はこれくらい使います。はい、あの方最初はこのっぽいですけども、だんだんしっとりとしていきます。今とちょっとしっとりしていきますよ。はい、ソースをつけていきます。マヨネーズを使って、中濃ソース。そしてカレー粉。カレー粉。を混ぜていきます。これでソースは出来上がりです。
はい、ソースをかけていきます。マヨネーズ中濃ソース、そしてカレー粉で作ってあります。で、白菜にもたっぷりかけていきます。さあ、完成です。